皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナダ TV より世界へ、宇宙へ、あなたの目の前のパソコンまで iPhone まで。この後言うと思ったでしょ。言わない、ね、毎回ガラケーは届かないよみたいな話をしておりますけれども、ね、皆さんいかがお過ごしですか。もうゴールデンウィークも終わって半月以上経ちますけれども、10連休は長かったねっていうね、皆さん日常に戻るのに大変だったんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあね、やっと体がリズムに乗ってきた感じのじゃないかなというふうに思っております。いかがでしょうか。本日も素敵なゲスト様をお招きしております。それでは一旦 CM です。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、どう、よかった。なんかやっぱりなんか照れがあるね、まだね、小林千夏に照れがありますというところで、本日のゲスト様になります。ご紹介差し上げます。一般社団法人日本ポールダンスセラピー協会理事、サルサパッションダンサーの J さんです。こんにちは。こんにちは、 J です。よろしくお願いします。一文字だからね、大きく出してよ。 J、 あ、どうだっけ、反転、あ、ちょっとここで書くとね、反転してるから分かんないけど、 J さんになりますので、よろしく。はい、J さんでいいんですか。いいです、いいです。あ、間違い、はい、間違い、はい、間違いないです、はい、このリハーサルからね、このなんか立ち広しみたいなね感じすんげーなまってた今立ち広しっぽい感じが、ね、立ち広しになってた、立ち広しみたいな、ね、どこの人ですかみたいになっておりましたけど、いやいや、 J さん本当にね、今日は念願かなってのご出演いただいてるって形なんです。はい、そう、もう忙しいし、前ねオファー差し上げた時はこの日どうですかって言った時は日本にいなかったんですよ。そうですね、ね、あれが台湾でしたっけ。そうそうそう、ちょうど台湾に行かれるって言って、うんうん、台湾に行くって遊びじゃないよね、もちろん何に行かれてたんですか。なんか映像、あ、映像ないな、写真もないな。はい、はい、台湾はなんで、ですね、台湾は、うん、フォルモササルサフェスっていうのがありまして、うん、はい、アジア最大級のまあ、サルサとかバチャータの、お祭りみたいなもんなんですけどもね、ショーなんですよ、ショーがずっと。じゃあ、アジア圏内から集まってみたいな感じですか、イメージ的なもの、うん、あのね、やっぱりアジアの人が多かったです。多かったけども、ど、ね、うん、うん、それ以外の方も結構いらしてましたですね、うんうん、はい、あのね、ちょっと今日はあの音の関係とかいろんな関係で動画はちょっとお出しできないんですが、見させていただきました。かっこよかった上に長い、長い、長いですか。長くなかった。いや、まあ、自分の踊るのも4分とかってめっちゃ大変って思って、その間にこうねチームで踊るとさ、はい、あのソロが入るからちょっとお休憩する時間あるわけなんですけど、あ、なるほど、うん、人数も結構出てらっしゃいましたけど、はい、ずっと踊ってたよね。そうですね、ね、そっから来るでしょ、3分、うん、そうね、3分30秒から4分ぐらいの間なんですよね、1曲ね。すっごい、あの、まあ、見方的に、うん、多分ちょっとやってるから、あ、すごい技やってるとか、こういう細かいことしてると思って見ちゃうからかな、なんか感じたんかな、うん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 、いや、すごいと思った。もう皆様 の、 そのすごい練習量の半端ない発揮され方が素晴らしかったなと思って、ね、なところなんですけど、ね、どうでしょうね、最近はねちょっと減ったんですけどね、うん、前は例えば日曜日のね、うん、朝9時ぐらいからね、はいはいはい、その夜9時ぐらいまでずっと練習とかね、そういうのをやってましたよね。あ、まあ、平日はさ、みんなにお仕事をされてたりすると、まあ男性の方って基本、まあ、サラリーマンとかだいたい時間が固定じゃん、そうなるとなかなかね女性のように融通きかないということもあるので、え、でも12時間、でもそれやっぱり好きだからできるっていうのもあるんじゃない。いや、そうでしょうね、やっぱり ね、 ね、まあ、あのやりながら、うん、そのチームのみんなともたまに話してたので、ね、うんうん、こんだけやってでどうするんだろうねっていうね、お、今はとりあえず目標があるわけじゃないですか、例えばあの、はいはい、台湾で踊りますとか、うんうんうん、あのそうですね、どこそこの大会出ますとかね、うん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 、
でそれでやるからいいんだけども、はい、それを何年も何年もやって、でどうなるのかなっていうのがねさっぱり分かんなかったんですよそう毎回ね、うん、なんかこあの部活って言ってね、あでもいいねでもこう体を動かすって絶対いいもんね、うん、はいそれはね、うん、いいと思います。これもねぜひね皆さんおすすめですね。でそのね、うん、動画はねもうここではちょっとどうしても流せないんだけど、なんかフェイスブックどうしよう、フェイスブックご案内できないよね、 J さんでご案内しちゃったから。あのまた機会があったらどこかでお伝えしたいと思いますのでぜひよろしくお願いします、はい、そしてね今ねお話の中にもバチャータっていうアバータ、アバターかみたいな全然話違いますけどねあのバチャータって私それはダンスの種類なの？そうですそうです、ね、ダンスのねカテゴリーって言ったらいいのかな、はいはいはい、なんですけど、うん、ね、日本ではね最近なんですよ、最近出てきたんですけど、うん、結構あのヨーロッパはねスペインとかね、おお、ちょっと情熱的な感じですね。そうそう、どっちかというとやっぱラテン文化圏の中でわーっとこう人気が出てきて、うん、最近はあのバチャータの中でも、うん、割とゆっくりめの曲で、うんうんうん、であの女の人 の, この体の、ね、こう曲線がこういう風に出るような、じゃあペアで踊るやつ、そうなんです、ペアダンスなんです。ほそれをあの男の人はいかに女の人を美しく踊らせてあげるかっていうね、うん、そういうようなダンスなんですよね。なるほど、あの男性の気遣いというかね、 そ, うそれがちょっとすごい重要なところでありながら、まあ、女性がどれだけ預けられて踊れるかっていう、うん、やっぱ信頼関係のもとにあるんでしょうけど、うん、そうです、あだから社交ダンスとかそういうものとはちょっと違うんだね。ちょっと違いますね、似てるけど全然違うみたいな、あのペアで踊るっていうのは、うん、もちろん社交の、はい、社交でもいくつかもあの種目ありますけれども、あの共通する点はすごく多いと思うんですけども、はい、バチャータはねもうちょっと密着度が高いんですよね。へーすごいなー、うん、であの、うん、リードって言うんですけども、はい、男の人が例えば手でこういうふうに ね、女性が今下で回くるんと回ってるってこと、そういうこういうのリードって言うんですけど、はい、手だけじゃなくって、うん、あの足でリードするのもあったりしましてね。へーすごい。そうなんですよ、だから女の人の足を自分の足でヒュってこうね、こっち側だよっていう、うん、とかね、そういうのがあったりして、結構細かい噂がたくさんいっぱいあるんですよね。こうパッと見た感じでは分かんない、どこでリードしてるかは分からないけれども、うん、実はちゃんとやってるっていうのがあるんですね。ということは普通さダンスって言ったらこの入り出しでこの振りしましょう何しましょうってあるじゃないですか、まあ、もちろんスタートはあると思うんですけど、じゃあいろんなその踊り方を覚えれば、バチャータの中でも振りを覚えていけば曲さえ流れれば、いろんな、まあ、ずっとエンドレスで踊れるっていうことですよね。ですです、別にこの、はい、全部決めなくても、はい、リードにちゃんと女性の人がそれに沿って動いていけば、そうです、そうです、すごい、うん、でもね、あの曲のリズムさえ、合うならば、はい、全く初めて聴いた曲でも踊れて、うん、なおかつそれが一人で踊るわけじゃないですから、はい、ペアで踊れると、はい、でそのペアで踊るのも、うん、僕らはあのパフォーマンスとソーシャルっていうふうに分けるんですけど、はい、ソーシャルっていうのはあのパーティーなんですね、うんうん、パーティーで初めてその時会った人と踊れる、踊っていただけますかって言って踊るっていう、これソーシャルって言うんですけども、はい、それだとね曲も初めて聴きました、そう、相手も初めて、相手も今初めて会いましたっていう状態から踊るんですね、はいはい、なのであの、リードの仕方がある程度パターンがあるので、それがきちっとできれば女の人はあのフォローをするという組み合わせでね、すごい、なんとなく踊れるという感じですね。面白そうだね。でもある程度女性も知っとかないと、経験値がないと、うん、それは難しいよね。そうです ね、経験ゼロではちょっと ね、それちょっとなんか難しそうだけどね、うん、でもね多分ね、うん、3ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい週1で、うん、週1で3ヶ月やれば、12回ぐらいレッスン1時間、うん、12時間、うんうん、そしたら女の人は踊れると思います、うん、男の人も
もうちょっといるかなと思いますけどね。そうね、うん、またあのリードの仕方とかね、いろいろあるんでしょう。すごい楽しそうだね。楽しいです。だからその、バチャッタと、はい、僕あのサルサの方が長いんですけども、バチャッタもサルサも今言ったような形で初めての一つでも踊れますよっていう、そういうすごく面白いダンスなんですよね。すごいかっこいいよね。もう今日もスタジオに入ってくる姿勢がやっぱり超いい。物差し入れてるんじゃないですかぐらいの。もともと言えばやっぱダンサーの人ってやっぱこう綺麗にこう上に上がる、何こうダンスしてる人ってそんなイメージあるけど、どうなのかな。いやなんか姿勢いい人が多いイメージあるけど、まあ、ダンスの種類によるか。種類にもよると思いますけどね。いやすごい。ただね、僕ねもともとダンス始める前は、そうなのよ。ダンス私も出会った時は、まあ、ダンサーさんで出会ってるんです。あ、そうですよね。最初はそうですね。そうです、3年経たないぐらい。そうですね、ぐらいですけど、いつからダンスしてるんですか。いやもうこの10年ぐらいですよ。あ、そうなんだよ、でも10年だったらすごいよね。その前はずっと空手やってて、あとあのウェイクボードとかね。ウェイクボードわかります。ウェイクボードってこうじゃないの。これ足、足。あ、足ね、足。足、ごめん、足。そう、板の上に足乗っけて、そう、で、そう、ごめん、これ足だから。海の上をね、モーターボートでこう引っ張ってもらうやつなんですけど。あれめっちゃ難しいんじゃない。すんごい難しいんですよ。こけると痛いんですよ、めっちゃ。でもなんかバランスだよね。そうそうそう。ね、体幹、本当体幹って言われる、あれないと。そういうのをやってたんですよ。で、ダンスは全然縁がなかったんですけど、友達のある女の人に、いやダンスやってみようよって言われて、楽しい楽しいって言われて、やってみようかなって言って行ったのがきっかけでね。それがサルサだったって。それサルサでした。あ、だったらもうすごい楽しいと思って、はい、いや最初はね楽しいんじゃなくてね、そう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 、できないから悔しいんですよ。さすがスポーツマン、分かる、できるようになりたいと思うもんね。そうそうそう、分かる。全然できなくてね、これなんでこんなにできないかなって思い始めて。だってやってきたことと動きも全部違うじゃん。そうそう、全然違いますよね。今まではなんか足で踏ん張るとか腰きれいに落とすとかなんかそういう系の海の上でやってきてさ、そうですよ ね、 ね、ダンスってなんか逆に言えば上に伸びなさいみたいなことを教わる、スピンの時とかね、こういう風に回る時とかこう伸びる感じで ね、 なんかね、あんなもん目が回るわ、ね、私、すごい。でそしてサルサと出会って、そうなんです、サルサと出会って、で最初はなんとなく、レッスンに通いながら悔しいんだよ、でもそうそうそう、悔しい悔しいけど一応ね初めだから頑張って通ってたで全然できなくてね、こういう風にこう頭の上でさっきのリードとかね、あるでしょ、こういう風にやって手をこっちに持ってきてこうやるのよとか言われて、言われてもさっぱりできない。男性は本当に大変だと思います。女性はまあやこう行きなさいっていうのに、まあ見よう見まねで言ったらいいけどいや、それがここと体がバラバラじゃないですか。そう、こんなやりながらね、目ついちゃったりしようかって自分で痛いって言ってね。でもそれがだんだん通うごとにやっぱり戻れていくようになっていくわじゃないの。そう、1年ぐらいしたらね、あ、でもすごいね、まあまあ戻るようになって、それからステージにね、出させてもらえるようになってきたんですよ、だんだんね。チームで、サルサパシオンっていうチームの中に入って、京都で踊らせてもらったり、それから東京とか、いろんなところでね、踊らせてもらえるようになって、あとは、金沢とかね。お、じゃあいろんな各地で。そうそうそう、お声をかけていただいたら、はい言って行くんですよね。それぐらい、まあ、逆に言ったら有名であって、ね、やっぱり皆様に見ていただけるだけの素晴らしい。ああ、もう見ていただけるのはもう幸せだと思います。はいはい。でだんだんそういうのやってるうちに、その東京のね、日本のいろんなそれぞれの地域からやってくる人たちがこう踊るようなステージがあって、そこで、海外のねプロモーターさんとかも来るんですよね。で、
声かけられて、うん、でそれはこの前台湾に行ってきて、そうそう、それね、冒頭にお話ししました、うん、そうなんですよ、はい、台湾で踊ってこの前あので帰ってきたんですけど、で今度次はロサンゼルスなんですよ。そうなんですよ、このオンエアちょっと収録日はまだ前なんですけどね、オンエアの時はもう行っちゃってるかもしれません。そうなんです、そうなんですよ、なんでね、またそれはそれで別の機会にねお話をしていただきたいなというふうに思ってます、はい、まあまあでもそんな感じでダンスとの出会いが意外に浅かったのことにびっくり私。そうそうそう、なんかまあ小さい頃から なんかやってたよ、ちょっと休んだ時期もあったけどみたいな感じで思ってたんですけどそうでもなかった、全然全然ですね、だからそれまではあの普通に仕事してるわけですからあ、そう、あのビジネスマン兼ダンサー、兼業ダンサーなんで。いやすごいよね、でもどっちもできるんですか。であのフェイスブックねつながらさせていただいてるんですけど、Jさんの半端なさ、あの筋トレ筋トレ、はい、筋肉のトレーニングだよ筋トレって分かってると思うけど、あの本当つぶやきのように なんとか10本とかちょっとよう分からんけどすげえ夜中にやってんだとかねたまにそうそうそう、でももうはそれがなんかすごいもう半端ない量というか、なんかすごい結構負担かける感じですよね。うん、もちろん負荷をかける、もちろん負荷かけてダンベル持とかって夜中にねはーはー言いながらやってますけど、いやでもやっぱりさこそ極めるとかさ、そのサルサを始めた頃にさやっぱできないの悔しいとか、やっぱ継続していくことの大切さっていうのをやっぱり一番 J さんは感じてらっしゃるんだろうなと思います。やっぱ体の資本だから作っとかないとねっていうのないですか。いやありますね、ありますそれなりにね、うん、女性は女性なりにあんまり筋肉質にならないようにとかさ、そうね、サルサ僕らのチームでね、はい、サルサって踊るじゃないですか、はい、そうするとその女の人を、うん、例えばこうバーンと跳ね上げてこう空中にボーンと浮かせて、あの衝撃を与えないようにしてこう下ろすとかねいうのをしなきゃいけないんですよね。すごい技あるんですね。負荷がかかってるじゃないですかこの腕とか。いやで必要以上にやっぱ重さかかりますよね。それはあのうまくやらないと危ないんですね。なのでそうストッと行動するようにやるってなことになるとやっぱり体力いくんじゃないかなと思ってね。 いるし、やっぱりその何そういうことやってぎっくり腰になりましたっていうわけにいかないからさやっぱりいろんなやっぱ体勢とかもね、はい、確実にやっとかないと。いやもう何があってね、私この間ねとある打ち上げで J さんと、ね、お話しさせていただいて、実は J さん私すっごくそんなちょっとお兄さんかなと、これ言っちゃっていい話？言わない方が、別にいいですよ。私ちょっとお兄さんかなぐらい思ってたんですけど、本当あのご年齢ご自分で言ってもらってもいいですか？58ですよね。びっくりじゃない？もう私それ聞いた時そこにいた全員がえっていう固まりましたよねあれ。やだだだけど、うーんでもまあ還暦ですもんねそんなに言ったらね。だからそう思うと。そう言われるとさ、いや58もそうなんかはちょっと待ってって思うんだけど、管理、まあ、ちゃんちゃんこ着ないよ、着ないにしてもあと2年でちゃんちゃんこかと思ったらさ、いやでも逆に希望ですよ。その何こう人生の先輩としてまだダンス始めて10年っていう言い方されていて、うん、やっぱそういう風に先を走っていただくとやっぱり世の中にはたくさんダンスしてる方って本当にいらっしゃると思うんですね、はい、で女性は女性でさ、まあ、なんかこう、また女性は女性でいろんな縛りがあったり、うん、体をねやっぱり鍛えていかないといけないところってあるけど、また男性は男性でさもっともっとこう求められるものが多そうじゃないですか、うん、でもなんかこういうふうに先を走ってくださる先輩がいるっていうのはすごいいいですよね。なんか励みになるし、あ自分たちもあんなこうやっぱり一緒のようにやっていけばあんな風になれるんだなっていう風になんかずっと走ってほしいなっていう風にすごい思いますね。だからびっくりなんだよ、ちょっと10歳ぐらいサバ読んでませんかって言われません全然言われないですけど、まずだから年齢知らないもんねこの間その打ち上げでその話にならなかったら多分今日もこの話してないんですけど、そうなのそうなの、だって本当に私それぐらいでちょっとお兄さんかなぐらい思っていたので、どうする、びっくりでしょ。ちょっとスタッフに話して、スタッフもちょっとダンスしてるからさちょっとジャンル違うんですけど、ちょっとねびっくり、今こんなしながら拝んでますよ、拝まれちゃってますよ J さん。いやとんでもないです。いや素晴ら
しいです。みんなちょっと頑張っていきましょう。でやっぱりそのあれですよね、やっぱりダンスしながらそのショーに出るとかそういうのも大事ですよね、皆さんに見ていただくって。あ、そこに向けてやっぱりすごいストイックにみんな練習するじゃないですか。あの一個一個目標なんで、ね、次これ次これって目標ね、ある方がいいですよね。そうですね、そういうのがあると、あ、練習しようかななんてね思う、僕らあの毎週ね朝練するんですよ。すごい、本当に学生より部活じゃん。いや、そう、本当そうなんですよ。毎週日曜の朝9時からとかね朝練するんですね。でその時も、まあ、普通だったらね、あ、もうしんどいからやめとこうって。あ、日曜日ちょっと朝練できる日とか思うじゃん。そう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 、でもしゃあないな、次あそこ出なきゃいけないしねとかって言いながらやるもんね。起きて行ったら元気になるんだよ。そう、やっぱりダラダラ してるとね、ダラダラなるそう、ダラダラなるけど、ちょっと朝いつもよりもちょっと30分長く寝たいとか思っちゃうね。そうそう、思っちゃうけど、でもやっぱり休みの日ほど30分早く起きてね行動するべきだなっていう、はい、その方が体めっちゃ元気だもんね。すごいそれは感じますけど、そんなもんですよね。人生100年時代だそうですから。ちょっと待って、120ぐらいまで行きそうですけど、もうやって、ちなみに部屋ですみたいなことやってるか分からない。もうスタッフがもうスタッフを見てさ、みんなさ年配になって言ったらもう機械操作できないかもしれないですけどその横で J さんがそんなことじゃダメだっつってね、うん、永遠の永遠の何歳とかなんか J さんつけたらサブタイトル、そんな女子っぽいかいや、なんかもうなんかみんなに驚きと希望を与えてほしい。なんかあの、まあ、またピンときたらぜひ、あの千夏がこんなこと言ってたと思っていただければ嬉しいなというふうに思いますということで一旦 CM 入りたいと思います。 CM どうぞどうぞ。というところで CM 中にお色直しをされました。 J さんに、いや、 J さん顔ちっちゃいよね。で帽子が大きいんじゃないですかね。いやでもなんかさっきもちっちゃい、私結構顔大きいので、いつもこう遠近法を大体取ろうとしてるんですけど大体前に出てるんでゲストさんよりすごい映ってるんですけどいや、そんな感じでね、なんか J さんの聞きたかったことある程度ね、なんか全部聞いてきたって感じなんですけど、今日もねいくつか写真を持ってきていただいてるので、ちょっとこの帽子とまつわるお写真お出ししていきたいと思います。こちら出します。あ、お二つ一緒に出そうかな、せーの、じゃこちらになります。まず J さんのお顔がドアップで、ね、これなんかペイントしてんの、目のところに。そうそう、これはね、うん、ペイントし、あ、これ、ね、なんかシールかな、シール貼ったんです、こういう風に。あ、シールか、うん、なんかこれが、2010、あ、今年ですね、今年の9月の22日。そう、さ先ほどお話ありました、そう、ね、サルサパシフィック、ね、うん、パッション、サルサパッションね。あ、パッション、うん、サルサパッション、失礼しました、僕らのチームなんですけど、はい、神戸、はい、が、イベントをすると、神戸でね、はい、神戸ハーバースタジオでイベントをします。一緒にテロップも出してください。はい、そうなんです。なのでちょっとこれはちょっと先になりますけどね、ハーバースタジオもまた駅からも近いですし、うん、ぜひぜひ行っていただいて、はい、まあ、まずね、あのどんなもんかじゃなくて生を見ないとね、良さってやっぱライブですよね、うんうんうん、見てほしいなと思う、うん、できっと何かが変化します。見ている方もしてみたいと思うかもしれないし、なんか正直に動いてほしいなと思います、うん、でもう一つこうしているお写真横に出ているかと思います。あ、こっちが LA、はい、そうです、世界最大級のサルタの祭典に出演しましたよというふうに。はい、そうです、はい、これがですね、ロサンゼルスで毎年サルサフェスっていう、あるいはサルサコングレスっていう名前だったりするんですけど、はい、がありまして、はい、それに出た時の、写真なんですよね。かっこいい。で僕らはサルサとあとマイケル・ジャクソンパフォーマンスをこう融合してあーすごいねやるっていうのが、うんうんうん、まあ僕らのスタイルなんで、ちょっと変わってるので面白いね、結構ね喜んでもらえるんですよね。あ、そうね、うん、マイコの曲とか、まあ、みんな馴染みもあるし、ね、そうそうそう、特に LA は、うん、マイケル・ジャクソンの、うん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 、まあ、お墓もある街、うんうん、もっと近くなるってことね。そうなんですよ、そうなんですよ。
だからすごいね、音楽、ね、あのマイケル・ジャクソンの、はい、TV をね、うん、撮った場所に本当に行って、そこですごい勝手に踊ったりしてもうでもマイコも喜んでると思うごめんなさい、友達じゃないけどいや今なんか喜んでるって来たからみたいな、これよく分かんないこと言い出しますけど、いやでもすごいですね。で今年もまた行くんですよね。そうなんです、はい、多分オンエアの時は行ってるぐらいかな、うん、行ってるぐらいですね。またこのお話は次回したいと思います。そして、次の写真出していこうと思います。せーのじゃん、こちら普段は神戸でパーティーで踊ってますよというお写真です。はい、そうです。これは毎週火曜の夜なんですけどね、はい、神戸 の三宮で、うん、キングスクロスっていうところがご存知かと思うんですけども、はいはい、そこで毎週パーティーをやってるんですね。すごいね。で ここで、僕らのチームのサルサパッションの人たちとか、うん、あとチームのインストラクターをしてるね、たかしさんっていう方がね、はい、音をかけながら、パズルをやってると。いいね。でもダンス本当にいいのでお願いします。そして時間ももうあとちょっとですが、最後のお写真出します。せーのじゃん、こちらが先日、078神戸といいまして、2019年の4月の27、28、29神戸で開催されました、はい、でそれの28日に開催された、時のダンスの集合写真ですか、これ。そうですね、未来部族というユニット踊ってます、うん、というはい、そうかっこよかったわこの皆さんのダンス。こりゃできねえ、こりゃできねえ、いやこれはやっぱりもう本当にもうでもいいですね、憧れる、なんかこういう人たちと踊りたいっていうふうにすごい思います。うん、この未来部族はみんなおしゃれでかっこよかったなって、ね、いやジェイさん入ってるからいや僕すごい他人事言ってるけどジャンルがだいぶ違うんだけど、うん、でもなんかすごいスパイスだったよね。うん、うん、そんな感じで楽しかったですよこれ、ね、すごく。なのでまた来年もあると思います。ぜひ皆さん、はい、078でお調べください。あっという間の30分でございましたが、もうここでブチッと切らないと番組終わっちゃうので終了になります。はい、ジェイさんありがとうございました。本日は一般社団法人日本ポールダンスセラピー協会理事、サルサパッションダンサーのジェイさんにお越しいただきました。短い間でしたがありがとうございました。ありがとうございました。ふう。ふう。